相手のお父さんにも今度挨拶しに行こうかなと思ってて、いずれは一緒に暮らしたいですし、一緒にいたいし、いてほしい存在ですし。What do you think about love? What do you think about love? やっぱ8ヶ月長かったから、まあ楽しかったから、あっという間っちゃあっという間だ、今思えばあっという間だったけど、やっぱ気張るところもあるから、なんかそれから解放されたっていうところではホッとしてるかな。ショーンはどっちかっていうと友達っぽい感じ、雄大はもう弟みたいな感じが、ショーンはでも結構なんかしっかりしてたから、22、3だったけど、頭もいいし理屈っぽいけどそうですね、楽しかったですねもうあの3人はね、ちょっと、まあ、他の男子メンバーちょっとあれかもしれないけど、いやちょっと正直あの3人にいる時は本当に楽しくて、楽しかったし、3人がお互い刺激し合ってたからすげえ最高の3人だったっすね。翔平やっぱりなんだろうな、もう作曲活動やっぱやってるし、でライブにも行ったりとか、朝早く行ったりとか夜遅く帰ってくるとか、やっぱやることをやってたし、努力してるのを本当に見てたから、俺も頑張ろうみたいな思ったし、ショーンもモデル頑張ってたし、一回ちょっと翔平と俺でそんなんで大丈夫かみたいな話もしたことあったんだけど、まあ、そっからショーンもすぐそれでモチベーションもっと高くなって仕事取ってくるようになったし、すごいいい相乗効果で、あの3人は本当に高め合ってたし、笑い合ってたし、よかったですね。だからショーンと翔平辞めるときはちょっと無理でしたね涙をこらえることって言えなかったですね。翼はまあホッケーやってたし、俺もまあウィンタースポーツやってたから、結構翼には結構影響されてたというか、翼すげえやっぱ頑張ってる姿をやっぱまあ見せてくれてたから、結構感化されてたっていうか、俺も頑張んなきゃなみたいな気持ちにさせてもらえたから、翼の存在は結構なんかありがたかったっていうか、いい存在、刺激もらってましたね。まあ最初は可愛いなこの子みたいな、まあ感じで20歳か、まあ年がねかなり離れてたんで、それ現実的にもどうなのかなって思いながらも、まあ気にはしてたんですかね。でアミはまあ本当に顔可愛いから、まあ癒しだったっすね可愛いなみたいな、まあ軽井沢にいないって言ったのはなんか田舎門感をちょっと出したかったっていうところがあってあんなこと言ったんですけどちょっと大げさに言ってみたっすねあれはみんながあれあれなんつってみたいな言ってるけど、俺はもうポカンとしてて、誰この破天荒な女の人みたいな、やべえやつ入ってきたなっつって、第一印象はもう結構俺ドン引きしてて何この人と思って、大丈夫かなこんな人入ってきてっつってって思ってたけど、結構すぐ打ち解けて、まあひげ剃ればとか言うのもセーラーだったし、ひげ剃ればって言ったくせに
アミにはなんつったっけな、勝手にそっといてそれはないよねみたいなことを言うし、こいつみたいな思うところもあったっすけど、でもなんだかんだいろいろこう背中を押してくれてたのはセイナだったし、まあ一番まあ女子の中ではまあ年も近いのもあるけど、すげえ仲良しっていうか本当に心許してたメンバーですね、セイナは。ちょっとガサツだったっすね。マユは、まあ、共同生活もしたことないって言ってたし、バイトとかもしたことないって言ってたし、なんかそういう部分で、やっぱり共同生活ってみんなで住んでるっていうか、みんなの場所とみんなのもの、そういうところでやっぱ気使いながらやっていかなきゃいけないっていう部分があって、そういうところでまだ慣れてない部分がすごいあったから、そういうところをねやっぱ直していってほしかったし、まあ、誰かが言わなきゃいけないっていうか、誰かがそこを注意してあげないと、まあみんなのフラストレーションが溜まってっちゃうから、で嫌われちゃうのも嫌だし、眉が。だからそうなる前には結構細かく前には言ってたんですけど、でも眉はそういうこと言われ慣れてないのか、なんかちゃんと素直に受け止めてくれないっていうか、じゃあちょっとぶつかりかけたこともあったけど、まあぶつかったかぶつかりましたね。けど俺的にはちょっと残念だったっすかな、なんか残念だったし、ちょっと心配、この先大丈夫かなっていうか。まあちょっと眉の成長見たかったなって感じ。12個違う子にタイプだって言われたことないんで、はい、正直戸惑いましたけど、まあ明るいし元気だし可愛いし、すごい嬉しかったですね、正直。でもやっぱテラスハウスに住んで恋愛したり彼女できたりしたら楽しいだろうなみたいな憧れはあったから、あやのことはそれで意識してたし、あやのこともっと知ろうっていう気持ちであやと接してたんですけど、本気で好きになるまでの気持ちはいかなくて、なんかその時ちょっとアミの時とちょっと心境も変わってて、でやっぱ田んぼ親父と稲刈りしたりと家族で作業とかした時に、家族いいなみたいな風にちょっと変わってきてて、結婚とかそういうこととかちょっと意識し始めたり、あやまだ若いし、そういうふうな気持ちになった時に、あやにその恋愛っていうか、そのパートナーというか、そういう気持ちにはならなかった、あやには。やっぱテンションもとかノリとか、まあ喋り方もそうだし、すごく若いなみたいな、そこがまあ分かんない、はまんなかったのかなって。ただの俺た
ただのお礼ですかね。まあ気持ち嬉しかったんで、まあお返しはしたかったんですよ。まあやっぱ12個上下の子からもらったら普通に考えてというか、やっぱお返しするのが大人じゃないですけど、礼儀みたいなところがやっぱあって、うん、バスタオルに You are beautiful でしたっけっていう刺繍が入ってるとは分からなくて、そこはちょっと自分でもびっくりしたというか、なんか思い お返しにしてはなんかクリーンヒットしてしまったのかなみたいなのはありますけど、まあ綾のことも意識はしてたんだけど、まあその子のことも気になり始めてて、いやすごいしっかりしてるし落ち着いてるし、考え方も多分俺より多分と考え方とか精神で多分俺より上なんじゃないですかねまあそういうところも魅力的だったし、そういうところにも惹かれて、うん、好きだなみたいな気持ちでしたね。いい答え聞けてよかったですね、はい、撮影って結構危なかったり危険を伴うような撮影が多くて、で30過ぎてからはちょっとそういうのはどうなのかなっていう気持ちになってきてはいたんですよ。だけどまあ注目してもらえることにしてもらえる今のこの状況を考えて、逆にもなんかモチベーションが上がってるっていうか、まだまだちょっとレベルアップしていこうかな、していって、まあ、映像とか写真とか残してもっとなんか滑りとかスノーボードとか知ってもらって、スノーボードの魅力を伝えていきたいし、行かなきゃいけないっていうか使命感みたいなのもあるし、うん、だからまだまだスノーボードはがっつりやります。